力士は太ることも仕事の一つとされており、毎日太るための食事をしています。幕内力士の平均体重は161キロですが、大型化が進む近年の相撲界では200キロ近い力士も多いです。現役を引退すると太るための生活ではなくなるので、痩せていく力士は多く、親方になって痩せた姿を見て現役時代からの変化に驚く相撲ファンもいるでしょう。ですが痩せることは難しく、現役時代と変わらない体型のままの親方もいます。ただあまりに太りすぎていると日常生活に影響が出てくることもあり、相撲界を離れた力士は様々な方法でダイエットをして痩せてきました。こうして引退後にダイエットをする力士は多いですが、その中で一番のダイエット王は誰なのでしょうか。引退後に痩せる力士たち。まず紹介するのは2022年11月場所限りで現役を引退した元幕内の豊山です。豊山は現役時代の最高体重は188キロありましたが、引退から1ヶ月後には159キロまで絞り、30キロ近くの減量に成功しています。豊山は引退後パーソナルトレーナーとして活動しており、まずは身をもって肉体改造の成功を示すつもりだと語っており、見事に減量に成功しました。そして2024年の東京フルマラソンを完走するというプランも明かし、それまでに体重は100キロを切るくらいまで絞りたいとコメントしています。現在は膝に負担をかけないようにとウォーキングを中心にフルマラソン完走に向けて準備を進めていると語りました。こうして引退からわずか1ヶ月で30キロ近くの減量に成功した豊山ですが、現役引退から1年後の2023年11月には体重が115キロになったことを報告。豊山は引退からちょうど1年という節目の日に SNS を更新し、今日で引退からちょうど1年、トレーニングや栄養学を学び、マラソンに出会い、マックス188キロから115キロにと報告しました。現役時代との比較写真も上げ、マックス体重から73キロの減量ということで別人のように大変身。ですが豊山は目標は88キロ、マイナス100キロのスーパーダイエットで一人でも多くの人に運動って楽しいんだよと伝えていくためにこれからも進み続けますとさらに高い目標を掲げました。豊山はスポーツ栄養学を勉強しており、どうやったら最短で痩せられるか考えた、2日に1回は10キロのランニングを行ってきたと主に運動をメインにして痩せたと明かしています。このビフォーアフターにはファンも、すごい、1年でこんなに痩せられるんですね、すごい痩せててびっくりなど驚きのコメントであふれました。続いて紹介するのは2021年5月に現役を引退した元幕内の増野山です。増野山は現役時代185キロの体重がありましたが、引退から2年が経った2023年11月に減量に成功したことを報告。増野山は SNS で、減量とトレーニングを勉強して現役時代のマックス185キロから半分の92キロになりましたと報告しました。ただ目標の85キロ目指して頑張りますと100キロの減量が目標であることも明かします。さらに増野山は鍛え上げた上半身の写真を上げ、トレーニングの成果を報告し、6つに割れた腹筋に胸筋、上腕を披露。またダイエット中だからと母がオートミールで低糖質のパンケーキを作ってくれましたとダイエットを意識した食事を徹底していることも明かします。かなり筋肉質な増野山の現在の姿にはファンも、想像以上のバッキバキにびっくりした、筋肉で引き締まってかっこいいなど現役時代からの変貌ぶりに驚きの声が多く上がりました。最後に紹介するのは元小結のガガ丸です。ガガ丸は2020年11月場所で現役を引退していますが、現役時代マックス230キロとかなりの巨漢力士でした。ですが引退後は1日に10キロ歩くようにし、
替え玉を13玉も頼むほど大好きだったラーメンもやめ、野菜中心の食生活に変更。そして3ヶ月で60キロのダイエットに成功。その後もダイエットは続け、現在の体重は135キロまで落ちたそうです。約100キロのダイエットに成功しています。こうして引退後に痩せた力士は多くいますが、その中で最も体重を落としたのは誰なのでしょうか。最も体重を落としたのは誰。引退後に最も体重を落とした力士はロシア出身の元幕下オーロラです。オーロラは2018年9月場所で現役を引退していますが、最高体重は292キロと大相撲史上最重量力士でした。現役終盤は太りすぎと体力の低下で土俵を立って上がることができず、立って上がっていたほどです。そんなオーロラは引退から1年半後の2020年4月にダイエットに成功したと明かしました。292キロだった体重は190キロになり、現役時代から100キロ以上の減量に成功しています。オーロラは引退後はロシアに帰り、絶対に痩せると決意。またお相撲さんの生活で健康を守るのは難しいと語り、今までの生活をしていると体にも良くないのでダイエットを決意したと明かしました。力士時代は1日2食をどか食いしていましたが、その反省から現在は1日5食を少しずつ食べるようにしているそうです。今でも日本の脂っこいラーメンが食べたいと思うことはあるそうですが、夕食はゆで野菜で我慢し、夜7時以降は食べ物を口にしていないという生活に変更。その甲斐もあり100キロ以上の減量に成功しました。そもそも力士が1日2食なのには理由があります。力士は太ることも仕事の一つなので、どか食いする人が多いです。そして空腹感を満たすためにどか食いすると体重はみるみるうちに増加。1日3食だと常に胃の中が満たされている状態になり、空腹になる時間が少なくなります。なのでどか食いを誘発させるために1日2食と決められているそうです。どか食いを防ぐためにも1日3食の食事にして、朝昼晩きちんと栄養のバランスを考えて食事をすればダイエットにつながりやすくなります。オーロラは自分の身を守るのは自分自身、相撲部屋では誰も気にかけてくれませんからと語り、現役時代の食生活も振り返りました。オーロラは入門時から190キロあり、兄弟子にたくさん食べて強くなると丼飯を渡されると断れなかったそうです。寿司なら200貫、ビールは一晩で1ケースを空にしたこともあったほど。また食べたらすぐ寝る生活も良くなかった、歩くのも動くのも面倒だったと語り、当時は高血圧で上の数値は180に達していたことも明かします。ロシアに帰ってからは運動の楽しさに目覚め、ボンベの酸素を吸いながら始めたウォーキングも当初は足腰が悲鳴を上げたそうですが、今では毎日6キロを楽に歩けるようになったそうです。さらにジムにも通うようになったことで1年で体重を100キロ以上落としました。血圧も130台に下がり、オーロラは現役の時にもっと運動しておけばよかった、やめて初めて気がつきましたと運動の大切さを実感したとコメントしています。そして現役力士に対して、食べなきゃ稽古はできない、ただ体を壊したら意味がない、今の力士たちには食事と運動に気をつけて健康を一番に考えてほしいとコメント。現役最重量力士で100キロ以上の減量に成功したからこそわかる気持ちなのでしょう。オーロラの変貌ぶりにはファンもすごい、今までの食生活を変え努力して1年で100キロ以上、この減量は相当な努力と我慢を重ねてきたことがわかる、大相撲も必要以上に体を大きくすることを見直す時が来ていると思うなど様々な意見が寄せられました。こうして引退後は多くの力士がダイエットに成功していますが、その中でもダイエット王と言える力士は誰になるのでしょうか。力士たちのダイエット方法とダイエット王。力士たちは引退後様々な方法でダイエットをしていますが、
元横綱の貴乃花も引退後80キロのダイエットに成功しています。そんな貴乃花のダイエット方法がシコ踏みダイエットというもの。貴乃花はシコアサイズというダイエット法を考案し80キロのダイエットに成功しました。シコアサイズは相撲のシコをヒントに考案されたエクササイズで、食事制限もなく道具も使わず毎日1分ほど続けるだけ、どこでもできる簡単なものなのでダイエットが続かない人にもおすすめされています。こうして様々な方法でダイエットに成功している力士ですが、落とした体重とダイエット方法を総合するとダイエット王はオーロラと言っていいでしょう。まずオーロラは1年で100キロ以上の減量に成功しています。この数字だけでもすごいですが、ダイエット方法も食事制限と運動を組み合わせており効果的です。夜7時以降は食べ物を口にしないなど食事制限も徹底しています。また運動に関しては、当初は酸素を吸いながらだったウォーキングが今では楽にできるようになり、ジムに通うまでになりました。元の体重が300キロ近くあっただけに相当辛かったはずですが、痩せる決心をして実際に100キロ以上のダイエットに成功しているので、ダイエット王と言っても間違いないでしょう。今の力士は昔に比べると大型化してきており、平均体重も増えています。強くなるために太ることは大事ですが、オーロラの言うように健康を一番に考えるのも大事です。力士は引退してからの人生の方が長いので、ダイエットに取り組み、健康的な体を手に入れるのは正しい選択ではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。